の種、柿の種袋ごと食べちゃうとちょっとあれなので、箱を作ろうと思ってネットで折り紙で箱を作るやり方を調べてみました。まず A4 の紙、もうちょっと小さい、これの半分でもいいんですが、半分に折ります。でさらに折って4分の1にします。そして開く際にここの部分をこんな感じで三角で開きます。でここをこう、こんな感じで開きます。そしてめくって置いて、この部分に真ん中の線に合わせてこんな風に折っていきます。でここの部分にこういうの折ります。もう一回折ってもいいですけど、まあ一重で折ります。そうすると袋になりました。簡単です。袋になってます。でここにお菓子などを入れればいいですね。食べ終わったらそのまま捨てます。